こちら何をされてます？今日はね、昨日剪定をね、友人また息子の剛と純子で剪定していただいたので、それをですね、今度はあれ切ったところね、大きい傷口はね、やっぱりここから乾燥したり、はい、枯れるというですからね、はい、元になるから、ここへこういう風にね、ボンドですね、木へ、使うね、ボンドを塗ってやって、その防除ですね。これはボンドは市販のものですか？そうです、そうです。木工用のやつですね。木工用のボンドを使って。どんな感じでしたっけね、はい、普通に売ってるやつですね。あ、これを使ってですね、うん、これがいいや、100均はダメだダメだ、うん、そうですか、ね、あー、なるほど、うん、で、これで、一個一箇所一箇所ずつペタペタと、大きいのね、1センチ以上ぐらいのところへね。小さいのはいいんですか？いい。あ、それからほら、いや、枝を取ったのがたくさんあるでしょ、そっちに。あー、ずいぶん、切りましたね、落としましたね。はい、そうですか。はい、頑張ってください。はーい。